ブレーズは西インド諸島のイギリス領モントセラトにある人口約1000人程度の小さな村、モントセラトの臨時首都、モントセラト東北部のリトルベイ付近にある。モントセラトの首都はプリマスだが1995年よりプリマス付近にあるスーフリエールヒルズが噴火し、町に壊滅的な打撃を与えた。プリマスにあるモントセラト政府の建物も、 その影響で埋まってしまった。そのため、モントセラと政府は1997年により火山の影響が及ばない、島北部にあるブレイズに臨時政府を置いた。1998年以来、ブレイズは壊滅的打撃を受けた首都プリマスの代わりに、事実上モントセラとの首都的な機能を果たしている。現在ブレイズ及びリトルベイ付近を含めたエリアで、 プリマスの代わりに新首都計画が進められており、ダイアナ元妃がモントセラトを訪れたことがあるため、ダイアナ元妃を記念して、ポートダイアナという、新首都名にしたいという計画がある。またブレーズでは、アイルランドの聖人聖パトリックを記念した、聖パトリックの祝日のイベントが行われている。シティパプヤレーションで、ありがとうございます。